はい、皆さんどうもこんばんは。神宮湯ゲームチャンネルです。今回はなんと、ワンピースオデッセイにね、追加ダウンロードコンテンツがやってきたので、実況をやっていきたいと思います。いやー、久しぶりにね、ワンピースオデッセイ開いたら、追加ダウンロードコンテンツ来てるの、全然知らなくてさ、ちょっと3日4日遅れでスタートしてるんだけども、まあ早速ちゃんとね、購入したんで、追加コンテンツをやっていこうと思うんだけど、こっちとかキューブがね、これがね、あるんだけども、追加コンテンツを購入して、クリアデータで入場すると、ここになんかね、新しいものができてて、このように EX エピソード始めますかって出てるみたいなんで、これから始めていこうと思います。EX エピソードを始めます。さて、追加エピソードと、あ、ごめんなさい、噛んじゃったな。追加エピソードはどんなのがやってくんだろうね。楽しみにはしてたんだけど。これは記憶が継ぐ、隠されたもう一つの物語。神の息吹をめぐる一件より数日、右荒の一尾は出航の準備を進めていた。ああ、そういう設定なんだね。なるほど。これ出航前だね。クリア寸前のところかな。もうこの島からおさらばするよってタイミングだね。ああ、リムも二人いる、ちゃんと。まあ、この辺ね、気になる方は、前作っていうか、前の動画をちょっと確認してもらえばなと思います。ウソップ、いつまでそんなポーズしてんだよ。チョッパーは何に照れてたの、今。ルフィの傷、リアルだな。すげえな。皮膚めくれ上がってんじゃん。いや、いい景色。あれ、ルッチの鳩じゃねえよな。あれ？あ、キューブだった、今。キューブに変わった？あ、何これ？あ、リムが眠ってた時のタイムカプセルじゃない？わ、なんかオープニング始まったね。これが天行の塔というね、この島に眠る古代兵器みたいなものですね。わ、すげえ！前回のちょっと話を少し入れてくるのか。スタート的に振り返り動画的なやつだね。いやー、ここから始まったんだよね。うわ、ビビちゃん、うわ、クロコダイルだ。おかしいなぁ。ウォーターセブンは俺は一番好きだった、この辺で。この中では。そして頂上決戦。そしてサボとの再会のドレスローザ。いやー、かっこよかったな、ギアフォース。ここは衝撃的の極悪人アデュオ。テコテの実意外と強かったよな。で、今の赤目のリムが本当のリムなんですね。いや、皆さん今ね、いろんな断片的なワード言われてわからないと思うんだけど、まあ、気になる人はちょっと最初から動画を見てもらえればな。これは天行の塔の一番奥だね。ここでね、赤犬、青キジ、キザルの超壮絶3体とも戦ったんだけど、第10章、黒いフードの勝利。黒いフード、誰の話だろう。なんか新しい登場人物でも出てくるのかな。いやー、ちょっと気になるな。割と楽しみにはしていたから。お、かわいいチョッパー。相変わらずこれで船に乗せるつもりに。ゴリラが2匹おる。後ろにいるゴリラは一応フランキー将軍のね、あの部下になるんですけど、ゴリ1号だったから。ご苦労さん。意外と覚えてるわ。泣き声やめろ。出航準備完了だ。いつでも船を出せるぜ。見せかけていかないんでしょ、どうせ。わかった。何か出航しない出来事が発生するんだろう、お決まりの。わかってるぜ。あー、リム赤い目もいいけど、やっぱスタンダードな緑の元々いた方のリムもいいね。またどこかの島に向かって出発するの？これは確か一応ホールケーキアイランド行く前らへんだっかな、多分一応物語上。ドレスローザは前回のというかストーリーの中に、組み込まれていたから、多分そういう状況なんだけど。海には知らねえ世界がまだまだあるからな。ドレスローザもっといろんな島を向かう間にこんな島寄る余裕なかったけどな、原作は。そう、あ、ちょっと寂しそう、リム。せっかく仲良くなれたからな、寂しいんだろう、実は。素直じゃねえんだから。
まあ、なんか前よりもいい表情できるようになったよね、リムも。飯を食ってからでも遅くない？そんな前回飯食わず出てったよね、一応クリアは。リムちゃんたちも一緒に食うだろ。まあそういう展開にもなったのか、追加コンテンツを挟むから。うん、ありがとう。嬉しそうだな、リム。めっちゃいい笑顔やん。さて、みんなと話せ、ワッフルドで宴を開け。なるほどね。でこいつもともといたリムなんですけどもね、もともといたじゃないな、本物のリムと言った方がいいのかな。本物が作ったキューブで作ったリムがこっちなんですよ。でもこっちも自我があって、ちゃんと感情もね、いろいろ持ってるんで、こいつの能力はすごいよな。赤目のリム、昨日も一昨日も宴をしたのに、あなたたち出航前にも宴をするのね。呆れられている。チシシ、いいだろ、宴。どうね、あの子も楽しそうにしてるみたいだし。自分の子供みたいな感じになってるな。そっか、シシシ、さあ、腹いっぱい食うぞ。いいねー、ワンピースを言ったらこうだよね。一応他の奴らにも話しかけてみるか。フランキー将軍。ふい、お前ら、メモリアで2年前の俺とまた会ったんだよな。懐かしいな、そういえばいたね。はっは、どうだルフィ、今の体の方が男のロマンが詰まってると思わねえか。これはルフィそう言いそうだな。会話ない、独り言になって。ワフルドに来てから色々あったわね。リムに力を奪われて、それを取り戻すためにメモリアを巡って。ああ、それにしても惜しいわね、10億ベリー。やっぱりメモリアでビビからもらっておけばよかったわ。どこの話かと思ったら、もうそんなと言うんじゃないよ。なんか別に、まあちょっと久しぶりだったら聞かなくてもいいかなと思うけど、みんなの話を聞いとこうか。どうする、宴の前にもう一度メモリアに行って鍛錬でもするのか。おいおい、さすがにもういいだろう。いいから早いとこ宴にしようぜ。そうだな、そうだぞゾロ。それより肉だ。こいつらは二人で一人のセットの話なのかな。ロビンちゃんにも話しとける、話しかけとこう。キューブや不思議空間を作り出す力を持つ天行の塔、そして凄まじい力を秘めていた神の意味、秘密はまだありそうだけど、本当に興味深い島だったわ。そうだね。っていうか、神の息吹の力の一部かと思ってたんだけど、キューブの力は。別の力なのかな、この話を言うと。でもそれを解き明かすのは、今度来た時ね。その時まで、私もいろいろと調べておくわ。さすが、考古学者の血が騒ぐってやつですね。ビビちゃんにレベッカちゃん、そしてメモリアで出会ったたくさんの美女たち。いや、待てよ。ひょっとしてメモリアには、まだ見ぬ美女がいるじゃん。お前そればっからな、サンジ君。確かにレベッカの格好はどう考えても16歳の体つきでもなかったし、格好じゃなかったけど。サンジ、お前何ブツブツ言ってんだ。呆れられてる。なんでもねえよ。それより宴はどうするんだ。準備はできてんぞ。よし、宴だ。了解、それじゃ始めるぞ。宴とか久しぶりだな、そういえば。よし、宴だ。飯食うか。リムちゃんたちにも美味しいもんいっぱい用意するからな。うん、ありがとう。ありがとう。あ、なんだ？なんだ？そんな。あれは忍び用意さ。新キャラ。うわ、でも消えた。初めて見るタイプの用意さ。忍び？普通の用意さとどっか違うのか？あいつは人の心を勝手に記憶するキューブ。あいつは人の心を勝手に記憶キューブにするタチの悪い良いさよ。どういうことだ？勝手に記憶キューブにする？それはどういうことだ？知らないうちに書いた覚えのもない日記が作られていくの。どういうこと？全然わからん。もしかして不思議空間にあったリムの日記もそうなのか？この子が日記なんて、多分そう、忍び良いさ。ちょっと、それ何のことよ？そんなって。そんなこと言うだけだ。いや、これはちゃんと聞いた方がいいと思うぞ、ルフィ。何、私の日記って、そんなものだったの？自分が一番驚いて。どうなってるの？何が書いてあったの？みんな、読んだの？怒ってる。めっちゃ不機嫌じゃん。本当に？もう。怒るところも可愛くなったら、リブは。ねえ、言ってるわ。あーでも忍び良いさって初めてのキャラだったな。この島の食い物もこれで今まで見たことない色だったしね。小さかったな。なんか秘密の刃の上限の4のあの一番弱いやつみたいだったな。飲み物がなくなったな。
前飲みすぎだって。サンジ、肉、肉がねえ。お前は食いすぎや。飲み物も肉もさっきので最後だ。次の島にたどり着くまで我慢しろ。どんだけ食い散らかしたんだよ。とんだろお前ら。何？肉がねえだと？そんなに驚くことか、お前さっき食ったんじゃない？飲み物もなしか。なんでさ、最初ちょっと少ないんじゃねえかみたいな雰囲気出してる。この島にいる間に蓄えは全部お前らが飲み食いしちまったんだよ。それを言われたら我慢しろよ。だったらアリオが蓄えてたものがあるはずよ。そうなの？マジで？本当かリム？そんなもらっちゃっていいの？リムたちの食料になるはずじゃないのか？私取ってくる。ちょっと待ってて、急いで戻ってくるから。いやもういい子すぎる。もうどんだけっ子になったんだよお前。うん、頼んだ。甘えるな、人の善意に。ホッパー何やってんださっきから。こんなにあるの？すごいじゃん。お肉と飲み物。肉もあるの？こんなところに保存してて腐りそうだけど。アリオが残してくれた食材。そんな風に言ったら食えなくなっちゃうんじゃない？美味しく食べてもらえたら少しは恩返しになるかな。めちゃくちゃリム恩義感じてるんだ。楽しかったな、ルフィたちとの冒険。いい子に育ったよ。あんなにツンツンしてたのに。なんか怒るフラグじゃないですか？え？また楽しめ。なになになに？なになに？誰？あ？怖くね？なにこれ？なんか悪いフラグ立つかなと思ったら本当に立っちゃった。え？なになに？どうなんの？え？リム消えた？は？なになに？どういうこと？どこ行っちゃったの？さすがにこれ戻ってこなくて様子を見に行くタイ、リムちゃん遅くないか？何かあったのかな。さっきなんか消えちゃったけど、どういうこと？どうした？ふう、噂をすれば帰ってきたんじゃないか。あ、帰ってきたのか。よかった。なんだよ。ん？なんだこれ。え？リムが持ってた玉か？あのビー玉？遅かったじゃねえかリム。早く肉くれ。なんか様子がおかしくない？え、黒。靴が黒いし、え？リム着替えた？そんな黒い服を持ってたの？ちょっと待って待って、何があったの？なんか取り憑かれたのか？え、てか題名これはリムのことだったの？黒いフードの少女って、こういうこと？目の色が一緒だからやっぱそういうことなのかな。お前リムか？あ、ちょっと気づいた。なんか様子がおかしいことに。え、不気味に笑うな、怖えな。逃げて。え？誰？今誰か。何よルフィ、どうしたのよ。どういうこと？なになに？お、黒いキューブ。もしかして操られてんのか。みんな離れて。何ですかこの光は。またなんか不思議空間に連れてかれんのか。なんだこれ、吸い込まれたみんな。どうしちゃったんだよ。いやなんか目がダークネスになってるし、怖っ。どういうことだよこれ。どうなってんの？え、どこここ？砂漠ってことはアラバスタか、もしかして。もう、アラバスタに来て何になんだ。ナミさんご立腹しとるわ。なんでブルカあんな冷静なんだよ。なんかやたらと熱いけど。完全にじゃあアラバスタだよな、この砂漠ってことは。ここアラバスタじゃねえか。いやそうだよね、やっぱそうだよな。なんだまたメモリアか。勘弁してくれ、何度目だ。本当だよ。アカリム早くここから出してくれ。あーでもリムがいるから出してもらえるのか、もしかして。わかったわ。声の質がちょっと違うんだよ。同じ声優さんだとは思うけど。え？なんで？なんか様子がおかしくない？どうしたんだ？おい、まだか。めっちゃみんな焦るやん。ごめんなさい。なんで？どう考えてもリムが作ったリムだから、こっちのリムの方が強いんじゃないの？ちょっと待って。リムリム言ってわけわかんなくなっちゃって、
いい反応するな、トレフィー。じゃねえよ。マスオさんか、お前は。お、ブラックリム、ブラリム、略して。この赤いキューブは、なんか特別な力を持ってんのかな。いいえ、もう、なんもなしかい。おい、いいえ、セーブしますかって出てきちゃった。一応じゃあセーブしとこう。ちなみに、ダウンロードコンテンツが出たってのを知って必死にレベル上げました。もう30レベルぐらい上げました。11章、もう、王になった男。は？どういうこと？第11章。王？どういうこと？出られないって、どういうことだよ。あ、そうだ、その話からまずしよう。なぜか力が使えないの。おかしいな。どうして？なんでだろう、リムの力を抑え込んでる。ちょっと待って。あ？じゃあ、私たち入れない。まあ、相変わらずナミさん下乳がいい。このまま一生メモリアの中ってことか。これはやばい。まだビッグマムとも会ってないよな。大丈夫。アルチビオ、あなたたちが不思議空間と呼んでいた場所ね。え、そうなの？そんな正式名称あった？その場所とここメモリアをつなぐゲート。あ、それが確か菜の花になかったか。メモリアキューブがどこかにあるはずよ。それを使えば出られるわ。一応前は菜の花の港のところにあったよな。確かここのメモリアのキューブがあるのは確か菜の花のはず。菜の花ね。いつもそこから出入りしていた。じゃあその菜の花って場所に行きましょう。エスケープ使えんのかな。よし、みんな行くぞ。アカリムも。ヨイサートラベル。え、アカリムって目の色が赤いから。お前目が赤いリムだから、アカリムだ。確かに分別するためにはちょっと必要だけどね。なんか本当は本体の私がリムで、コピーのあの子が青リムのはずなんだけど。確かに。一応こっちが本体だからな。まあいいわ。それにしてもリムのやつ、どうしていきなり俺たちをメモリアに飛ばしたんだ。確かにね、何か様子がおかしかったけど。一体リムさんは何がしたいんでしょう。リムがみんなとまだ別れたくない、なんか心の弱めというか、なんだろう、何かにつけ込まれたのかな。あいつはリムだけどリムじゃなかった。さすが覇王色の覇気の持ち主は違うね。それどういう意味だよルフィ。わかんねえけど、あいつはリムみてえだけどリムじゃねえ。なんか難しいこと言うな。わかんねえって、お前が言い出したんだぞ。なんとなくこういうのはゲームをプレイしてる人の目線じゃないとわからないような。リムみたいだけどリムじゃない。なんとなく、まあ何百本もね漫画読んできた俺ではよく聞く王道のセリフですよ、ね、でもルフィさんはそう感じたってことですよね。ああ、本人に聞けばわかる。まずはこっからじゃ出ることを考えないと、なんか思い当たる節があるのかな。確かにあの時のあの子の様子は尋常じゃなかった。色違ったし、ね、何が起こったの。あれはどう見てもなんか力で黒くねじ曲げられたような色だったからな。え、夜になっちゃった。大丈夫これ、寒いよ夜の砂漠は。大丈夫かな。菜の花に向かい、菜の花の近くじゃない。もしえ、なんかセーブポイント赤いんだけど。なんかあるぞ。うわ、チュートリアル始まった。この石像、今まで見てきたものと同じみたいね。光が青から赤に変わっているけど。なあ、アカリム、これ触っても大丈夫なのか。大丈夫、またアカリムっつって不機嫌にならない？もう受け入れてる。おそらく危険な力は感じられないわ。いや、おそらくってお前な。どうなんだ？ EX エピソード中、セーブポイントは本編と違った見た目をした。なんでそうなんだ。セーブポイントではアイテムの購入ができる。マジで？めちゃくちゃ便利じゃん。ファミアップで。アイテムが足りない場合は必ず購入しよう。EX エピソード中はセーブポイントから本編に戻れる。バトルで苦戦した時は本編に戻って装備やレベルを見直そう。なお EX エピソードの進行は本編に影響を与えない。あ、これ一応別人扱いになってるんだ。ちゃんと掘ってんな。EX エピソード中のセーブポイント。EX エピソードを再開したいときは、アディの右に前にいる青いキューブに出ると続きから始める。最初に触れたやつだね。
ほど。え、ショップ作るのはでかいな、これ。一旦、セーブしとこうか。え、ちょっとセーブポイントのショップ見てみようね、アイテムこう。え、なに？飯まで買えんの？やば。でも限定9個とかもう決まってんだな。あー、そうなのか。これ強えな。まあ、もうお金は山ほどあるからな。正直全部買っちゃう。あー、だらな。食材切ると思ったんだけどな。残念だな。まあ、でも飯系はやっぱり役に立つから。とりあえず全部買っとこう。この辺は結構バフ効果強いんだよな。テンション激アップル、エナジー激アップル、こんなあったっけ。まあ、595,000円。今の俺にとってはもう、はした金だね。じゃあ、とりあえず、奈良原に向かおうか。あ、奈良原近いじゃん、結構。てか、もう奈良原スポットなんだ。まあ、でも、イベントが始まったな。さて、今回は、どんな内容のお話でしょうか。うわ、え？観念しな。何何？もうお前たちの居場所なんてどこにもありゃしねえ。新国王軍上官。え？追われている国王軍兵士。どういうこと？黒い。え？俺たちに盾ついたこと。でもなんか待って。後悔させてやるぜ。やつの右手になんかバロックワックスの紋章みたいな。なんだありゃ。どういうことだ。兵士が兵士を襲ってやがる。なんだってんだ。取り囲んでいる兵士。やっぱそうだよね。よ腕の紋章があるもん。偽の国王軍か。ほら。つまりここはクロコダイルが王国乗っ取り計画を進めてる時の記憶世界ってことだな。え、でもこんな感じしてなかったような気がするんだけど。またかよ。この前倒したばっかりじゃねえか。いや、ちょっとおかしくないか。だってさ、能力は取り戻したのに、この世界がまたその敵がいってこと自体がおかしいんだ。ルフィたちが能力戻ってない時だったらこの状況はわかるんだ。倒さなくちゃいけないのか。え、どういうことだ。でももし本当にクロコダイルがいるなら倒さないと国中が大変なことになるわ。あ、一応記憶の世界といえどは。リビの国に悪さしてんならぶっ飛ばす。とりあえずあの兵士のおっさんを助けるぞ。あ、そっから始まるのね。おし、来た。任しとけ。ちょうどね、パワーアップしたルフィたちの力を見せたい。あ、ちょっとね、見せたいところではあるか。お、何これ推奨レベル50の。まあまあまあ、全然大丈夫だ。なんか待って、いろいろあるんだけど。え、国王軍兵士を守れ。勝利条件。定型士を全滅させる。敗北条件。国王が戦闘不能になったんだ。味方が戦闘不能になったらダメだ。国王軍兵士のエリアが狙われやすい。敵兵士軍は麻痺、気絶などへの対策をとっている。兵士から守れ。国王が倒されると敗北になってしまう。倒されてしまわないよう工夫が必要だ。なんかちょっとレベルアップしないバトルが。航空兵士が一人でいると敵兵士の攻撃が集中してしまう。リズナムーブを使って同じエリアに移動しよう。航空兵士はスピードタイプが苦手だ。特にバズカーを持った敵兵士の一撃は強烈。注意せよ。敵兵士たちは麻痺や気絶などへの対策をとっている。だが一部の状態異常への対策ができていないようだ。うまくいけばバトルを有利する。この辺なんかいろいろあるな。リミットオーダーは高難易度のバトルになっている。推奨レベルに届いてない場合は、一度本編に戻り、授業し直すことも必要だろう。なるほどね。リミットオーダーに挑戦しますか。はい。初めてのバトルです。どんだけ強くなってんだ。くそ！国王軍が倒されないように、殲滅せよ。これ。大丈夫か？もういきなり本気出しちゃうけど大丈夫。いきなりギアフォースでお見舞いしといてやろう。俺がどんだけ効くからな。キングコネか。どう。強い。待てろ。ルフィ強い。強すぎたな。覚悟しろよ。全然強すぎた。てか。どうする？敵が弱すぎる。さばききっ。とうとう俺を本気にさせやがったな。じゃあ牧場を竜巻行きましょうか。行きます。三刀流。極上大達2ターンで終わった。違う、2ターンでもないから。逃げ切り終わってしまった。刃こぼれはね。いやー、大したことなかったな。ようやくか。トップが一番レベル高いんじゃねえから。え、よかった。でも無事で大丈夫か。今治療してやるからな。どこの誰かわからないが助かった、ありがとう。なんか
メガネなんか似合ってねえな。構わねえよ。それにしても今の奴らはバロックワックスがなんで国王軍の格好してるんだろう。まあ、今この国はどういう状況なんだ。そうだ、こいつから詳しく聞いてみようか。アルバーナは今どうなってるの。反乱軍。え、それは反乱軍を知らない。あんなに有名な鉱座さんたちも。え、どういうこと。この国は完全にクロコダイルの手に落ちた。ま、え、なんだって。どういうこと。あの男、英雄だと思っていたのに。マジで国王軍は壊滅。そういうこと。あ、題名がそうだったか。もしかして、そういえば題名なんだったから、確かなんか王になった男みたいな感じだった気がしたけど、こういうことか。ビビはどうなったの。あ、そうだ、ビビちゃんどうなったの。ビビ王女も国王も今は、宮殿の地下に、あのアルバーナの宮殿、ポーネグリフが眠ってるところ。ビビちゃんが。海軍は何やってがる。しかりこの国の海軍はどうなってる。派遣された海軍も全滅した。そんなに強いの。クロコダイル一人の手によって。マジで大丈夫か。ナミさん、開いた口が塞がらないじゃん。クロコダイル一人にだって。本当に強くいいか、あいつ。どういうこと。おかしくね。わからん。ある日突然、だっていくら原作でも確か19億ぐらいじゃなかったか、20いくらだったけど、こんなことがさすがに海軍ね、一人で壊滅できるレベルじゃないと思うけど。大丈夫か。これはなんかもしかしてリムが起こした、あの黒リムがりなんか起こした影響なのかな。応急処置はした。おい、できる医者だね。どこかで休ませないと。休ませれるとこあるのか。菜の花の町はすぐそこ。このまま菜の花入んの不安だな。もう少し大丈夫かな。すまない、不安になってきた。気にすんな。いやー、どういう状況なのかちょっとまだちゃんと把握できてないけど、すげえ現状になってるな。よし、じゃあそれじゃ行くか。待って、ほらあそこ何、あれさっきの連中の仲間だな。あ、本当だ。いや、奴らは新国王軍。クロコダイルが統治のため、新たに組織した軍隊だ。くそ、菜の花もすでに奴らの支配下に。そんなに町から命がけで伝令を届けに来たというのに。頼む君たち、私を東の大通りに連れてってはくれないか。誰に伝令を渡したいんだろう。そこに仲間たちの隠れ家が、早く伝令を届けなければ、彼らの身が、ぐぅ。わかった、隠れ家に連れて行けばいいんだな。東の大通りってことは町の反対側か。菜の花が連中に支配されてるってなると厄介だな。そうね、でもとにかく進むしかなさそうね。まあ、今ちょっと今いろいろ考えてもまだわからないことだらけだから、とりあえずは話を進めて隠れ家を目指そう。こいつらと戦闘してもいい？まずいわ。え、目立つの現金なの？通りまーす。うっす、うっす、うっす。困りましたね。普通に通れますけど。こいつら仕事しろよ。お前ら何やってんだよ。立ちかけたら戦闘になるのかな。めんどくさそうだからやめとこ。誰一人気がつかない、こんなに堂々と歩いてるのに。でもなんかいるじゃん。え、道を塞いでる奴らがいるじゃねえか。おいおい、どうするんだ。あいつらを倒したとしてもどうせこの先も敵だらけだぜ。下を向いて喋るな、ウソップ。お前もか、チョッパ。本当にこのまま隠れ家に行くのか。あれ、おっさん具合が心配だぞ。ねえ、隠れ家の他に行くあてはないの。南の裏通りに我々の協力者がいるという話だが、協力者、そいつは誰だ。すまないが、それが誰なのかまでは私にも。見たところ裏通りの方に兵士はいませんね。だったら裏通りに行くってのもありじゃねえか。もっともその協力者ってのを探さなきゃいけねえけどな。いや待ってくれ、私は一刻も早く隠れ家のいる仲間のもとへ伝令を。うおー、なんか感情が入ってしまったな。大変だ、おっさんの傷がまた。隠れ家に行くにしてもやっぱり一度休ませないと。おい、ルフィどうすんだ。僕は船長のお前が決めろ。
選択肢出てくるの、もしかして。ワンピースオデッセイによって。分岐すんの？マジかよ、新しすぎだ。EX エピソードは選択によって分岐する。分岐によって道中の登場キャラクターやバトルが変化する。本編に登場したキャラクターと意外な再会をすることもある。マジ？これどっちがいいの？めちゃくちゃ、何がいいんだこれ。わからねえなー。暴力者を探す。これでもなんか、ヘルか？こっちはなんだろう？誰のシルエットだろう？これ何がいいんだろうなー。わからんけどな。とりあえず、隠れ家を探そう。あいつの意見を尊重してやろう。よし、あいつらをぶっ飛ばして先に進むぞ。でもおっさんがチョッパーの助言は無視。今度は奴らに手は出させねえ。あんたは後ろに下がってな。ここから先は俺たちだけでやる。わかった。すまないが頼む。もう、吐息とかちょっと省略しちゃった。止まれ貴様ら。アイス禁止令が出ているというのにどこへ行くつもりだ。そんなもんまで出されてんの。見ろ奴ら、国王軍の兵士を連れてやがるぜ。おいおい、いけねえな。そいつらは、今じゃお尋ね者なんだぜ。他の連中が来る前にさっさとやるぞ。おう。貴様ら、新国王軍に逆らうというのか。かかれ。兵士もこいつも一緒に捕らえるんだ。ここで戦闘が起こるのね。オッケー。特別料金をいただいちゃおうかしら。とりあえずどうしようかな。テクニックだ。じゃあナミさんのサンダーブリードテンポが役に立つんだよね。雷ちゃん、雷ちゃん、サンダーブリードテンポ。うわ、強い。あれ弱すぎ。一発だったな。お前大したことなさすぎる。経験値もしょぼ。隠れ家がある東の通りはあの噴水口側だったな。できるだけ兵士に見つからないように、スパイスビーンズ広場をと、通り抜けましょう。一名は東の大通りへと向かった。ふう、どうにか無事に行って、なんだよあいつらは。新国王軍には見えないわね。ひょっとして海賊？ふう、おそらく我が国の状況を聞き、クロコダイルに取り入ろうと集まってきたんだろう。そんな戦力までいんの？やばすぎだろ。それでさっさと手下のように動いてるっていうか、あいつら男じゃねえな。ほら、ここを開けやがれ。言っとくかな。この町に残っていた国王軍残党は、じきに壊滅だ。そいつがおれば、俺たちも正式な新国王軍だ。だからってんなら容赦しねえぞ。あおっかなすぎる。時期に壊滅っていうことは、ひょっとして隠れ家の場所が彼らに知られてしまったのではありませんか。このままでは仲間たちの命が。みんな急いでおっさんの仲間のところに行くぞ。すまん、大通りの突き当たりまで続いてくれ。これは選択肢としては良かったのでは。もしかして、じゃあ隠れ家を目指せ。すいません、通ります。おいおい、こっち振り向かないでくださいね。いっぱいいる。なんでこんないっぱいいるんだよ。おかしいだろ。めっちゃいる。めっちゃおるなあ。これはバレてない？めっちゃバレてるじゃん、あれ。絶対バレてる。こんなバレてない方がおかしいだろ。なんか、倒れてる。あ、覚悟しろよ。旧国王軍じゃん。ゲヘヘヘ。被害者死ねえぜ、国王軍。と言っても残りはてめえ一人だがな。誰だ？いつもクロコダイルに媚びを売る海賊どもが。おいおい、クロコダイル様だろうが。今じゃあのお方はアラバスカ王国の王様なんだぜ。なんだと？黙れ、そんなことを我々が見とくか。はっはっは。そんなんだからてめえは、元国王軍は反逆者として処分されることになるんだよ。やべえよ。おいおい、やれって。そんな、やはり隠れ家はもう、君たちは今のうちに逃げてくれ。私は仲間を助けに。何言ってんだ、おっさんは大怪我してるんだぞ。しかし君たちをこれ以上、巻き込むわけには。やるか。やるしかねえな。あいつら全員ぶっ飛ばす。オッケー、任しとけ。
必要級を入れてやろうじゃねえか。じゃあルフィさん、いつものお願いします。ギアフォース入ります。ゴムゴムのバウンドマン、こんなに連発して大丈夫か。一発だ。弱っ。さっきのなんか選択肢と違って敵に弱い気がする。経験値もしょぼいしね。弱っ。お前は隣町カートリアの、いやしかしこの方々は一体、私たちのことは気にしなくていいわ。ロビンちゃん目立つからあんまり喋んない方がいいんじゃない。多分ミスオールサンデーもいるでしょまだ。それより彼から伝令を聞くのかけよ。伝令、まさかカトレアの国王軍に何かあったのか。いや大丈夫だ。クロコダイルの手ざやが押し寄せてくる前にどうにか町を脱出したからな。だが今度はその連中がこの菜の花を目指して進んでいる。だから一刻も早く菜の花を出てユバに向かった仲間たちと合流を。ユバとか懐かしいな。フォトおじさんがいたとこだよね確か。わかった。どちらにしろ隠れ家の居場所が奴らに知られた以上、菜の花には俺主だ。ということは、どうやら国中がひどいことになっているようで。でもよ、菜の花を出るって言ったら言ってもどうするんだ。もうすぐにそこら中敵だらけだぜ。そうですね、南の裏通りに協力者がおりますので、まずはそちらに避難しようか。あ、さっきの方に行くのか。そこまでなら秘密のルートがありますし、その方に手伝ってもらえれば町から出られる可能、出られるのも可能なはずです。わかった。じゃあすぐ移動しよう。おっさんも無理だから、無理したから早く休ませれと。無理だからって否定しちゃった。ごめんごめん、間違えた。任せろ。よし、倒れてる兵士たちは俺に任せときな。まとめて運んでやるからよ、ヤサオ・フランキー将軍。おお、それはありがたい。ありがとう。君たち本当にありがとう。これはせめてののお礼だ。受け取ってくれ。何くるんだ、すごくみなぎる。全然買えるんだよな、これ。そんなに欲しくねえな。よし、じゃあ、行く。ああ。とりあえず、一行は、国王軍の兵士を連れ、無事に南の裏通りにいる、協力者のもとへたどり着いた。さて、負傷した兵士も無事に送り届けられた。あ、そうだね、よかったな。一体何がどうなってるんだ。確かにこの国で今何がどう起こってんだ。どういう状況なんだろうな。俺たちの記憶と全然違うじゃねえか。一応そうだよね、メモリアだからルフィたちの記憶をもとにこの世界はできてるはずなのに。これも私たちをここに送り込んだリムじゃなくて、あ、ブラリム、リムみたいな子がやったんじゃ。ブラリムのせいか、うん、ありえないわ。え、なんで、どういうこと。アカリムちゃん、メモリアを改変するような能力あるはずない。もちろん私にだって。本人にもないの。え、どっからそんな力手に入れてきたの。だがあいつ、実際ここで起きてる状況は俺たちが経験したことのないものだ。すぐ否定するのよくないぞ、サンジ。こんなにモテないぞ。何がどうなってんだ。めっちゃ不安そうな顔してるやん。確かに。でもどういうことなんだろうな。まだ最序盤だから全然わからねえ。まずはこの世界から出て、あのリムみてえなやつに聞けば済むことだ。あ、そっか、菜の花のあのキューブを探しに来たんだ。まずはここから出るべきね。そうだ、そっちだ。メモリアキューブ、まずは出なきゃ。確か港の方。あ、そうだね、そっちに行かなきゃ。じゃあ行きましょう、ルフィ。こんな道草食ったな。まあ国王軍を助けれたからいいんだけどね。一名新国王軍の警備の目をすり抜け、港市場へと向かった。めっちゃ短縮してくれる、ナイスシステム。この辺りだったよな、メモリアキューブがあったの。見当たりませんね。え、ないの。そんな、メモリアキューブがなくなっているなんて。え、ありえないわ。これもあのブラリムのせいか。お前らもっとよく探せ。誰かが蹴っちまってどっかに転がってったとかないか。そんな簡単なもんじゃねえ。砂に埋まってんじゃねえか。お前ら小学生か。ありえないわ。まあそうだよな、俺でもわかる。メモリアキューブは特殊なキューブよ。私たちには見えているけど、この記憶世界の住人には見ることも触ることもできないのよ。そうだったっけ。だが
現にメモリアキューブはここにね。こいつはどういうことだ。またわからないことが一つ増えてしまったな。私たち帰れない。本格的にこの世界から出られないってことね。まあそういうことだね。何？アカリム、どうにかならねえのか。他の脱出方法とか？いいえ。残念だけど他には。どうすんだよ。このままじゃ俺たち本当に一生思い出の中だぞ。なんかロマンチックなこと言うんじゃねえよ。待って。メモリアキューブがないなんてありえないのよ。メモリアキューブはこの記憶世界を構築している核なの。この世界にいるってことはじゃあどこかにあるってことだよ。逆に言えば核がなければそもそも記憶世界は構築されない。 だからつまりどこかにはあるということ。さすがロビンちゃん、俺が言いたかったことをちゃんとまとめてくれてる。短く。ええ。文系女子。どこかってどこなんだ。それさあ分からねえだろ。聞く相手がちげえだろ。つまり探すしかないってことだ。あ、そういうことだね。あ、そういう物語か。探すって言ったってどこをどう探すんだよ。嘘っぷ、イラつくなマジで。ちょっとちょっと黙ってろお前本当に。まさか。イラつくわこいつ。この砂漠の国を隅から隅まで探し回るのか。そいつはリムに行ってもしょうがなくったのだ。お前ら、それはいたぞ。なになに。おや、うわ、国王軍だ。何事こいつは一体何事だ。なんでバレたんだ。見つけたぞミスオールサンデー。そういうこと。それってロビンちゃん。バロックワークスにいた時のロビンちゃんのコードネームだってな。あ、そうそうそう、懐かしいね。久しぶりに呼ばれたわ。なんで喜んで。私に何か用。とぼけるんじゃねえ。クロコダイル様を裏切ったお尋ね者が、裏切った設定なの。クロコダイルを裏切った。マジで。またおかしな状況になっている。おい、心当たりは。身に覚えがないわ。少なくともこんな状況。なんかまた新しい展開でちょっと胸がドキドキするね。身に覚えがない。ありえない状況。脱出できない世界。え、何か気がついたの。もしかして。何をごちゃごちゃ話してやがる。おとなしくついてきやがれ。こちら、ロビンを連れていくキラ。そうはさせねえぞ。上等だ。ロビンちゃんはこの俺が守る。新国王軍の俺たちに歯向かうとはいい度胸だ。お前ら、そのカブトダテーな。お前それ何、リーダーのつもり。それダサくない。めちゃくちゃダサいけど大丈夫。なんか違うな。リミテッドオーダーが出てきた。反対内に敵意志を全滅させる。なるほどね。オッケー。よっしゃ。これは多分特別な戦いだからちょっと強いはずだ。あ、ロビンは強制さんからだ。こいつのこれ脱線な。見せてやりましょう。やばいのか。私たちの力。渡した方がいいな。いやー、ちょっと待って、さっき使いすぎた。ちょっと待って、どうしよう。使いすぎたさっき TP。ね、国上大竜巻で一旦全体攻撃。国上大竜巻。あー、一体倒してよかった。みんな、いっぺんに行くぞ。弱すぎるだろ。弱っ。覚悟しなさい。何、攻撃だけで十分じゃん。あ、そうでもないのか。今行く。聞いてます。それでも倒せるな、これ。くそ、これだ。え、それはやばい。まだ、まだ。え、ちょっと待って。おー、いい。さっき、だるすぎだろ、おい。俺の仲間に手出す。こういうめんどくさいときは、ギャフォス入りまーす。これが一番簡単だ。はい、お疲れ。あれでも意外と残ってた。バックがほぼ全部やらなきゃいけないのか。あれだ。呼ぶやつはもう消えたから、あとこいつら残党を倒すだけでいい。パワーだから、もうゾロで倒しちゃおう。国上、いや、レベルアップしといてよかった。めちゃくちゃ楽だ戦闘が。はい、お疲れした。反対にある全ての敵兵士を倒した。犬これ、うわ、
そんなくらいの1、10、100、1000、まあ10万、100悪くないわね。使用のせい、私の力が、俺、力じゃん。みんなレベルアップしちゃってる。さて、そうだな。どうしようかな、こっから。さっきなんかロビンちゃん、何かに気づきかけてたけど。やっぱり、クロコダイルと戦わない？え？何軽く提案してんだよ。いいツッコミ。それは今のクロコダイルは国王軍も海軍も一人で倒すような化け物地味た力を持ってんだぞ。あ、そうだな。そうだぞ、おっかねえやつが。ビビリ二人はいつも通りだな。それもそうだが、この世界から脱出するためのメモリアキューブ探しはどうするんだよ。クロコダイルを倒したらもしかしたらメモリアキューブ使うんじゃない。もちろんこの世界からの脱出が最優先よ。だけど今の私たちにはメモリアキューブの在りかについて有力な情報はないわ。あ、そうだね。これは私の推測に過ぎないのだけれど、クロコダイルと戦い倒してアラバスタの状況を私たちの記憶と近づけることができる。あ、そういうこと。このメモリアから脱出できる。少なくとも、この世界を元に戻したら脱出の手がかりにつながるんじゃないかって思うの。ってことか。どういうことだ。覚えてる？前のメモリアの冒険で、ね、記憶のほつれって現象があったわよね。あったメモリアからほつれの世界に飛ばされて、ほつれの元を解消することでその世界から脱出することができた。僕は頭が守る。だから守るじゃねえ、回るねえ。そっか、あ、ロビンちゃん、この世界の記憶と違う状況、その最も大きな相違点であるクロコダイルの支配、それを解消して少しでも自分たちの記憶に近づければ脱出できるかもしれないってことね。ロビンちゃん頭良すぎるよ。どうかしら。ブレインだね、麦わらの一味の。メモリア全体が記憶のほつれの世界のように歪んでるんだとしたら可能性はあると思うわ。なるほど。なんだ、結局ワニをぶっ飛ばせばいいのか。あ、そういうことだね。よし、じゃあ行こう。即決だな。待ってルフィ、確かに今はそれしか手がないと思うけど。どうしたの、ナミさん。ここのクロコダイルは今まで以上に危険、もっと情報を集める必要があるわ。あ、まあ慎重に行こうっていう提案だな。情報もだけどよ、砂漠を越えるならまたナビバードがいるんじゃないか。懐かしいな。そうだね、忘れてた。私ちょっとその辺で聞き込みしてくるわ。待ってくれナミさん、俺も一緒に。私はメモリアキューブがあった場所をもう少し調べてみるわ。ええ、お願いね。ルフィ、この後の行動をどうするか判断は任せるわ。私はここで待ってるから、決まったら声をかけてもらえるかしら。ああ、わかった。ああ、ここでまた、選択肢が出るパターンか。メモリアから脱出しろ。みんなと話せ。実質、ロビンちゃんと、今だにしとこう。これなんかもう、これ、おうってやったら次に進んじゃう気がする。なんかいろいろ聞けるね。まあ、この辺もちょっと次回にしようかな。結構いい時間になったし。いや、今回ちょっとなんか情報量が多すぎてなかなか整理できなかったけど、この世界で異変が起こってることを解決して、最終的にはクロコダイルをぶっ飛ばせば、どれ元の世界に戻れるんじゃないかなっていう感じだよね。いや、それにしても久々にやっぱワンピースオデッセイやったらちょっと楽しいな。やっぱワンピース好きにとってはね、システムがちょっとあれかもしれないとか言う人もいるけど、やっぱりいいよな。自分でルフィを操作したり、技を繰り出したりするってのは。まあ、この先また何がどう変わっていくかまだまだやってみないとわからないけど、まあ、ぜひともね、皆さんチャンネル登録して、次回の動画を楽しみに待っていてください。ということで今回はこの辺にしておきます。皆さん、長々とご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。